こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、アレクサンドリア沖、クレタ島沖、作戦名カラブリア岬沖海戦の、続きですね。そして、第2ゲージの、削り親を今日はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、最初に出演機のね、編成の方から紹介していきたいと思います。今回の、戦いは、空母機動部隊、そして、編成の、高速プラスの、設定でいきます。だいぶ情報が出揃ってきてますので、皆さんもね、いろいろ、攻略の仕方を模索しているところだろうと思いますけども、今回、以前にもありましたけども、装備の特攻がね、実装されていました。なので、それを意識した編成となっております。鹿屋さん、こんばんは。イベントモチベが超低空飛行です。イベントのモチベーションが、ね、福さん、こんちゃす。あ、福さんも、あ、鹿屋さん、福さん、こんばんはです。今日はね、番組の終わり際になると思いますけど、あの、スクさんからいただいた画像のね、紹介も今日はしていこうと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。鉱山作戦ね、出ましたね。いやー、ちょっとだけ見ましたけど、これはちょっとただごとじゃない、ね。福さん、え、産業効果どうかすっげえ迷っとうす。今の出てる情報だけ見る限りでは、一応ね、時間は、9月いっぱいイベントはやるみたいなんですけど、だいぶ長丁場で、しかも簡単ではないと。いうことでしたから、私もね、ちょっとこれどうなのかなと思ってはいたところではありますけど、まあとりあえずこの第二階級をクリアしないことにはそこにも行けませんので、今日は、まあ、そこの削りの部分をねやっていって、で今日は倒せないので、まあ次回の配信の時に倒そうかなと思ってはいるんですけども、まあ、第2回帰ですね、倒そうと思ってるんですけど、ここのボスもね、かなり手強いので、スクさん、情報見ててもあれスケで長男で今言ってもいいかなってそうですね、まあ最悪ね、クリア、最悪というかもうクリアするのが大前提なので、あまり
私も最後まで好勲章にこだわるような戦い方は多分できないだろうなと。多分資源がね、第1第2ゲージまではなんとかいけそうですけど、第3の輸送作戦がかなりきつそうで、その時になれば多分弾薬つきそうなので、まずそこまではねやってみたいなとは思ってます。それ以降はちょっと今の段階では何とも言えないですね。ということで、まずこの海域の、特攻装備である、ソードフィッシュマーク2とマーク3、あそこじゃ無理かなって、この2つが、装備されていると特攻が働くということですね。そうですね、ちょっと堀までは今計算にはちょっと入れられないんで、なんとかそこはね、もうイベント始まっちゃいましたんで、最後までまずやり通すということで、私的には行きたいと思います。あと、TBF ですかね、あとはソードフィッシュ、イタリア、艦爆ですか、あと、スカーツ JU87 海ですね、まあ、ここら辺の装備を、まあ、ソードフィッシュと組み合わせることで、火力がかなり出ました。まだ一回もボスは倒せてないんですけども、まあ、一回だけね、アークロイヤルの、航空隊の爆戦連合が加わった攻撃でダメージが400くらいね出ましたので、多分この装備が揃っているとなれば有効じゃないかなと思いますので、このまま続けようかなと。あと第2艦隊に関してはもうカットイン装備ですね、もう当たればなんとかなる精神で、行きたいと思っています。本当にはまあ最後はプリンツとジャービスがね無事にそこまでたどり着けるかどうか、なんか久しぶりにイベントだなっていうのがね、ひしひしと感じてきますね。はい、あと基地航空隊に関しても同様で、特攻装備が今回実装になっていました。ちょっと読み方ねわからないんですけども、この、まあ、DO217、まあ、通称ロケラン装備というのかな、うん、まあ、そういうのを隊列に入れますと火力がねまた上がるそうなので、これは第一艦隊第一航空隊に入れます。ただ、まあ、前回もねちょっとお話したんですけど、なかなか陸航だけで行くと大打撃をね受けてしまうので、第一航空隊には肉戦部隊を2部隊配置しています。そして第二航空隊には陸航3肉戦1の編成でね行きましょう。ここは特にね問題ないと思います。道中は対戦支援、決戦支援も出して、準備万端ということで、今日はだいたい出演機会数は4回くらいかな、4回か5回ぐらい出演機をして、多分それで削り切れるという、ちょっと見通し甘いかもしれないんですけど行きたいと思いますので、よろしくお願いします。あとまだね早いんですけど、次回の配信も、一応予告ですね、
まあ、今週の8月4日、土曜日、20時からね、また続きやっていきますので、よろしくお願いします。それでは、準備も整いましたので、出撃していきたいと思います。イベントですからね、もう鼻歌混じりでいいんじゃないかな。あんまりね、勝てたらいいかなみたいな感じでいければね、いいと思います、うん、もう攻略法っていうのはもうクリアしたらそれが攻略法みたいなね、基地航空隊との共同作戦が可能ですぐらいの気持ちで言った方がね、精神的にかなり楽だと思いますので。 GM 山、岩川牧場さん、こんばんは。 N-3 頑張ってください。あ、TS 山さん、岩川牧場さんですね、こんばんはです。いやまあ、とにかく今目の前のね、この海域に集中してますけど、うん、ねえ。イデヤさん、こんばんは。遅れました。イデヤさん、こんばんはです。カノヤさん、今日もよろしくお願いします。高突破者出てますね。そうですね、ツイッターで見つけたぞ。やっぱりこれは自慢していいですよね、うん、突破者はイデヤなので可能性はあります。まあ当然なんですけどね。太陽航空隊発艦始め。さあ行こうか。でも昨日の6時に。どきなさい。私とガリーの前から。一日がかり。多分攻略してた方は寝てないんじゃないのかな。大変なものだな。まあ、大体そういう感じでいつも攻略してるとは思うんですけど、私が 見たというかね、まあ、攻略しようとしてた人が、まあ、いたんですけど、その人は途中でね撤退を決めちゃいましたから、いやこれは今回のイベントは小規模なはずなんだけど、難易度はいつも以上ということになりますね。カノヤさん、多分日本の人じゃないな。普通ね、ここまでの編成と装備を要求されるとなると、あと時間もですね、うん、多分一人の力では攻略できないですよね。多分まあチームでね攻略したんじゃないかなっては思いますね。あまりにも情報量がね多すぎますからね。アクロイを攻撃隊発艦始め。あ、ところで皆さんは今、攻略の進捗というのはどんなもんでしょうか。もうこの海峡をね突破された方もいらっしゃるもんですから、私の方はね後発みたいなもんなんで、もしアドバイスありましたらよろしくお願いします。本当に手探り感じでやってるもんで、これでいけるかどうかも正直わかりません。
私が、そう、いただいておく。スクさん、え、2まで終わらせたっす。ですよね。スクさんはもう2に終わってたのはツイッターで拝見してましたので、もしここのあのボスの攻略のアドバイスなんかもありましたら、よろしくお願いします。あ、イデアさんは現在集中、情報収集中ですね。追撃に移ります。ここの野戦ですね。よくわかりません。突破できる時は突破できるし、なんか突破できないとね、途端に抜けなくなるんで。ほいや。ここはもう運なのかな。カノヤさん、2-1 でストップです。捕鯨弾んだので、しばらく離れようと思います。そうですか。でも、捕鯨が済んでるのは、ありがたいですよね。長鯨、ちょっと、私、捕鯨をする、ちょっと勇気っていうかね、余裕がなくて。スクさん、今日で終わったんで、何もできないっすよ。でも、スクさん、5-5 かな？5-5 のみたいなね、ついにレキューがね、道中に、しれっと出てるところも考えてもちょっとおかしいよなって思いますよね。いただいておくこの栄誉。ただ野戦なのがまだいいのかな。昼戦だと開幕ライン魚雷飛ばしてくるんで、そこはまだいいのかなって思いますね。それだけですけどね。とりあえず道中ザラーね、中破しちゃったけど、ボスまでは来れたので、まずチャレンジと。まだね、一回も倒せてないんだよな。まず可能性を見たい、そんな落とし頃。エフィクトもね、はじめコラ画像かなと思ったくらいにね、迫力のある画像ですよね。一人称も足っていうことで、分からせるのか。ではいざ勝負。夏姫2との航空戦。てん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 。残敵を損者する。急がずに続け。これが主力か。多球が残っちゃったか。ここがね、落としたいとこではあったんですけど。予選ですか。グラフにできるなら。この1球。よし。いいダメージ。ダメージは出るよね。あと当たりどころだよね。かわす。
次のアークロイヤルの攻撃がどこに行くか。さあ行きなさい。よし、まずは第2艦隊は殲滅。でもフィニッシャー狙ってくるところがね、やらしいね。押した。あー、ちょっと火力が足りないか。500、これがね、上の3人の航空隊の火力はもう十分すぎるぐらいあると思ってるんで、いい感じに削れましたね。追撃に移ります。福さん、そうや、掘ってたすけど出ないんで、2でアクイラフォローか嫉妬す。まあ、前回イベントはちょっと掘りづらいところにそうやいましたけど、今回は B1 でね出ますんで、ぜひチャレンジしてみるのがいいと思います。ダメージがダメージがボスに行かない。300くらい削れたのかな。だいぶ周りは落とせたんですけど、肝心のボスにダメージがね入らないな。これがな、辛いな。デート君、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。アキュイラもね、本当に掘れる時には掘っておいた方がいい子ですね。福さん、掘り走りやすいけどガシャン多いですね。そうですよね、マス的にガシャンマスですから、確率的にはどのくらいなのかな。 3% か 4% くらいあればね、もうちょっと頑張れるんですけど。私はアタゴ、デート君、覚えてくださいね。はい、アタゴ覚えてますよ。オペレーション has been completed。 まあ最初の出撃にしては良かったんじゃないかなと思います。コナミ感の感想ですけども、ダンク、シュン、ありがとうございます。補給は大事だ、それなくしては戦えない。さあ続けてもう一回ね。もう服も偽装もボロボロ。ボスにたどり着きさえすれば何か起きるんでね。ヒデヤさん、思っていたより大変そうですね。昼戦終了時ボス単体でどうかですかね。まあね、攻略できる時っていうのはもう、まあ、第2艦隊を、まあ、基地航空隊と、まあ、支援艦隊でね、ほぼ殲滅して、で、第1巡の攻撃で、まあ、ほとんど、の敵のね、まあ、主力も、まあ、中波ないし大波まで追い込めるような、まあ、そんな感じになるんですよね。クリアできる時はね。作戦計画概要をご説明します。今回の敵の耐久力が高いので、もうボス単体にするっていうのはほぼ多分無理だと想定しています。空母夏姫がね、最後の段階だと一人増えますので、まあ、昼戦で一人倒せて、あと寝休海がね、まあ、2隻いるうちの1隻倒せて、まあ、その2人が残って3分の1、一応私の計算した限りでは、今出してるカットイン艦でだいたい500かな、500ダメージはなんとかクリティカルで出せそうなので、まあ、昼戦で400くらい削ってくれれば勝てるかなと
あくまで想定なんですけども、まあ、そこまで。これでいいのかしら。でさえくれれば進もう。まあ、それでもちょっと倒すのが難しいようであれば、私的にはもう支援艦隊来るのをね、ちょっとそこで一旦待とうかなとも考えています。ただまだね、そこまで絶望的な戦いをしてるというか、まだそこまでたどり着いてないので、前段作戦、まずはやれるとこまでやってみたいと思います。基地航空隊との共同作戦が可能です。ちょっとね、さっきはカットインもほぼ発動したのがジャービスしかいなかったんで、仕方ない。ちょっと戦力をかなり絞ってるのも。私が出る。フォース H 機動部隊機関アークロイヤル出撃する、まあ、最後の海域も解放になりましたし、今週でね、だいたい攻略の糸口というか、まあ、そういったところも見えてくるはずなので、皆さんもね、そこら辺に希望を持って There's no one here. そして、まあ、プレイヤーのねコンディションが悪くなってしまうと、途端に艦隊のね運用も良くなくなってくるので、特に睡眠不足はねいけないので、1日、6、7時間のね睡眠をちゃんととって、望んでいきたい。そういう風に思ってます。どきなさい、私とガリーの前から。あとはそうですね、私が、そう、いただいておく、この栄誉を女王陛下とあなたに。見つけたぞ、逃がさん。アークロイヤル攻撃隊発艦始め。見つけたぞ、逃がさん。アークロイヤル攻撃隊発艦始め。そうですね、あとはお札がね、あと何枚必要なのかっていうのもね、もう出てきてるので、あと何枚かな。今出撃してる艦隊は、まあ、次の海域にも出撃することができるわけなんですけど、まあ新しいねお札もまた貼られちゃうんで、そう、いただいておく。あとそこだけちゃんと情報収集ができれば、出撃 してもね、差し支えないと思いますよ。There is no one here.ですね、ここは、
正直だとお祈りするしかないです。追撃に移ります。スクさん、エさんじゃなくてウニでアクエラ掘ろう。イーサンじゃなくてね、イーニーの方がいいでしょうね、うん、あ、やばい、カットイン来ちゃった。一通り攻撃されちゃったけど、うん、さっきよりは被害が少なくて済んでよかったという感じですね。私が、そう、いただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。女王陛下とあなたに、うん、よし。ゾロが一番ですって。グラーチェ、もらっておくわ。There is no one here. そうですね。まあ一旦情報を収集して、まあ特に。今回に限ったことではないんですけど、資源の消費がね、今の、 あの艦隊、まあ、連合艦隊ですね、工夫してやると、天皇陛下とあなたに、燃料のね減りが半端ないので、まあ出撃するのは、まあ、演習するにとどめておいて、まあ、特に燃料ですね、ここを貯めておくようにしておく方がね、今は重要じゃないかなと思います。そうですね、日本で言うならば、天皇陛下とあなたに。この、空母部隊のね射程だけは、まあ、超ですね、まあ、艦載機で射程の方はね調整できますので、まあ、それで、まあ、イタリアだけは先に攻撃しちゃうのは、この子だけは射程が最長になっちゃってるんでどうしようもないんですけども、他のアークロイヤルとアキューラに関しては、まあ、先制攻撃できるように射程の方を伸ばしています。割合ダメージもな、当たらないとは。追撃に移ります。まずは、まあ、ネキューをね倒しちゃって、あとみんなで誇ろう、うん、まずこっちこっち、ホイヤ
浮いちゃったよ。これでまた大量の燃料と鋼材が吹っ飛ぶ。これからよ。あ、だね、どうかね。おいた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 。あ、初めて倒せた。この光線で見せてあげるんだから。調子に乗るな。いや、調子に乗っちゃうよ、もう。改装してまた来るのか。壊れるな。今より強くなってもう困るんだけどな。うん、よし、これで少しは自信が持てそう。うん、私が、そう、いただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。グラッツェ、皆さんありがとうございます。DM 山、岩川牧場さん、S おめでとうです。やっと取れましたね。道中、多分取れずにこのまま行っちゃうんだろうなと思ってましたけど、やっぱりアブレッツィがね、この中では一番あの期待値が高い武装っていうか火力持たせてますからね。だんだんタモン丸2期の人間味出てきていいぞ、これ。そうかな今の状態が維持できればいいんだけど。英国で生まれた帰国子女のカンゴーです。よろしくお願いします。はい、コンゴーさん、よろしくお願いしますね。オペレーション has been completed。 さて、ここで問題なのはね、艦載機の熟練度がね、剥げてないかなと。これが一番心配。うん、まあ、できるだけ熟練度がないとね。この夏は暑くなりそうだ。作戦計画概要をご説明します。命中してくれないんだよね。まあ、当然そのための熟練度なんですけどね。ちょっと休憩させようね。ルルルンルルン。ルンルルン。あ、そうそう、あの E1 でもらったね、この SM79 っていう、陸攻なんですけど、まあ乗ってる子があのパスタの子だったんで、まあイタリアにも、うん、ちゃんと優秀なバグ2匹があるんだなと、今回初めて知りましたうん、勉強になるな、これは。うん、Thank you very much indeed。 よし、ダンク、シュン、ありがとうございます。以前のイベントでしたらね、それなくしては戦えない。まあ燃料、弾薬、まあ消費するのは当たり前であったんで、そんな驚きはしませんでしたけど、少し休むわ。大きはね、そんなに減らなかったんですよね。戦いの後のお風呂は。でも最近ここ1年くらいのイベントを通しで見ていくと、ターマはドックで丸くなる。やられちゃった、すぐ直すから。大きサイトも結構ね、減る量が増えてて、うん、一応攻略始めた時はね、確か14万かな、14万くらいあったんですけど、2万近く減っちゃってるんですよね。これは結構大問題で、まあ、皆さんもね、遠征やってればわかるんでしょう、わかると思いますけど、武器はね、すぐに貯められるようなもう知るものではないので、今までは、まあ、それなりに貯めておいてもイベントでそんなに使わないからあまり補充しなくてよかったんですけど、おそらくね、今後のイベントも、武器を使う
まあ、航空隊の活躍なくしては攻略不可能だと思いますので、遠征の中身もね、燃料弾薬だけじゃなくて防器もね、補充していくようにしていかないと今後さらにきつくなってくる、これでそんな予感がねひしひしと感じるんですよね。進もう。作戦計画概要をご説明します。さあ、多聞丸の、人間性が、保てるのか、このイベント期間中、うん、そこにも注目ですね。前段作戦、最高。第二作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との関連実習。今日3回目の出演機なので、そうですね、今他の放送とかちょっと見てないんですけど、どんなもんなんですかね。どんなもんって言いますか、 E さんの攻略してる人っているんでしょうかね。まあしてる人はいるんですけど、まあ、それを配信してるかどうかっていうとまた話は別になってくるから、いいか、よそうよそうだ。うちはうちのペースでやっていこう。逃すわけにはいきません。参ります。さあ、行こうか。シュー！で、でで、でん、でで、でん、でで、あ、あ、やられた。ん？ん？嫌い。違う。今の攻撃で抜かれちゃうか。ちょっとショックだな。見つけたね。にゃん。にゃん。まあマックスもね。今回サムネにしたけど、デカマシさんとかよ同士ぶっ通しでやってますぜ。あ、本当にそうなの？まあね、攻略しながら攻略記事書いて投稿してるんから、しかもそれ配信してるんだ。この私父し、ちょっと真似できないな。松川町さんの、まあ、健闘を祈るとともに、うん、体を壊さないことを、切に願います、うん、見つけたぞ。逃がさん。アポイを攻撃隊。ゲームです、ゲームだからね、楽しんでなんぼだと思うんで。難しいのはね、難しいのでいいんですけど。カノヤさん、デカマシさん、最終回行きですね。そうですね、一応記事の投稿を見る限りでは、その 第4ですか、最後の回帰まで行ってるようですからね。キクさん、マジっす。熟練剥がれた時とかに記事書いてるっぽいっす。ね、まあ、熟練が剥がれちゃうと、まあ、いつぞやのね、まあ、去年の今頃ねやってた夏と秋の合体したイベントの時なんかは特に熟練度のねありなしでもう勝敗が分かれるくらいの。私がいただいておく。まあ、特にこれが重要性、熟練度の重要性ですね。浅瀬とか苦手だし。
鈴風だよ。私が艦隊に加われば100人力さ。頼む鈴風、助けてくれ100人力だなどと言いつつ、まあ、そんなね、いろんな、提督たちの、まあ、情報をもとにして、私も戦っておりますのでとても足を向けられない。ただただ、感謝するのみと。さあ、3回目の野戦バスに、到達と。追撃に移ります。怖いな、ここが何事もなく突破してしまうのも怖いでも、結果はね、いい結果なんでね。そう、いただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。I'm glad to have been able to help. Darling! てんててんてん、There is no one here. てて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 。さあ、3回目いきましょう。てんてでん。スクさん、今の鼻歌でタモンマルロイド作れそう。てんてんてん。私はロイドだったなんてね。しょうかね。見つけたぞ、ミカさん。アポーヨ攻撃隊発艦始め。残敵を掃射する。急がず続け。これが内容的には、内容的にはいい。けど空母を狙ってくるな。もう沈めは沈め。やってみるか。第一次攻撃隊前期発艦。気をつけないと。皆さん、ご用意は。敵を捕らえましたし、攻撃開始です。ですね、いい開幕ですね。山、岩川牧場さん、いい開幕。あと一席、あと一席落としたかったけど、まあ上出来でしょう。
かなりのダメージが。これが主力感動するか。やばい、沈みはしませんか。ではここからはスナイプゲーの始まりだ。追撃に移ります。てん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 こちらでいかがでしょうか。沈め。ああ。こんなの、リスナルコメントも現れちゃう。ファイヤー。あとジャービスか、三分の一か。やられた。火事は大丈夫。あ、はしかも発動しです。これからよ。でも当てたね。開幕がこれが理想、理想というかね、この開幕ができればあとは私がカットイン。そう、うん、いただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。 I'm glad to have been able to help darling。 ここのドロップっていうのは、あまり気にしてなかったんだけど、なんか出るのかな。妹の方、山城だったね、あの、少年様見ませんでした。はい、オペレーション has been completed。 今回は3回出撃して3回ボスまで行けてるのはいいね、作戦計画概要をご説明します。Thank you very much indeed. Thank you. カノヤさん、どうやら今回エサンワを追加でも殺の影響ありみたいですね。ああ、今回はお追加でも影響ありか。カノヤさん、ここはネルソン2席目。あ、ここでね、ネルソンが出るんですね。なるほど、ありがとうございます。もう攻略しか頭に入ってなくてね、ドロップヌ。ごめんなさい。少し休むわ。でも確率かなり低そうだけど、まあでもね。カノヤさん、私は掘らないので頑張ってください。掘らないの。まあ私も、攻略中に出たらいいかな程度に思っていきます。そうですか。前回イベントだとお追加の場合は最終海域、特に札とかね関係なかったんですけど。今回は札も用意していきますか。アクイラの飛行甲板に大穴が。本当に小規模とは一体。すぐ直すから。ああ、剥がれちゃった。剥がれちゃったな。これ変わりがあったかな。この関西機もそんなに数なかったはずだから。あるかな。スペアはないよね、この機体は。ないね。この機体だけはスペアがないから、このまま行くしかないか。よし、まあ。まだね。削りたからね、ちょっと満身。はい、カノヤさん、多分出撃制御とかだと思いますが、殺に確認。出撃の制御ですね。あんまりね、札今回のようにまあ、ちょっとしたアップデートでね、札見れるようになりましたけど、編成画面で、それもどうなのかな。まあそれはそれで必要なアップデートなんですけどもね。これでいいの
進もう。はい、ということでね、予告しました通り、今日の出撃、これが、今日最後の出撃となります。道中撤退しても、今日はこれで終了ということで前段作戦行かせていただきますので、よろしくお願いします。作戦要項です。基地航空、私が出る。フォース H 機動部隊機関アークロイヤル出撃する。お、フォース H 機関アークロイヤルってちゃんと言ってますね。今までも言ってたかもしれないけど聞き逃してたかな。見つけたぞ。逃がさん。アークロイヤル攻撃隊発艦始め。フォースエッジ第2艦隊、第2艦隊で、太陽航空隊やってしまった。やってしまいましたね。今まで、道中撤退してなかったのがちょっと不思議なくらいだったんで、まあこれもカンコレでしょう。タマが優秀にゃ、階層が効いたかにゃ、隠されてる方法が生きてきたかにゃ、なんともなんとも開けない結末を迎えてしまいましたけども、皆さん申し訳ない、これは撤退で終了となりますね。はい、作戦計画概要を多分ね説明します。見てないんですけど、多分これもうラスト入ってると思うんですよね。ですから、まあ私もあともう一回だけボス見に行って、あ、これ最後だなっていうのが分かったら、装甲破砕の方をね進めていって、倒せるようにね。あ、美味しかったけど少し食べ過ぎた。ヒミ、あいつすごいな。見習いたくはないが。あそこイタリア娘が騒いでるな。少し黙らせておくか。あ、窓の外を見てください、花火が鳴っております。ちょっと言うの遅かったかな。この大きな窓にしてますと、30分おきぐらいにね花火が鳴ったりする仕様なようなんでしてたんですけど、今回ちょうどね見ることができてよかったです。コナミ感、はい、それでは、今日最初に、紹介をしますというか予告しました通り、今日終了画面でね、あのスクさんからいただきました。いただいた、こちらの紹介というかお披露目をしたいと思います。それではこちら、はい、
はい、ここでね、画像を止めます。いつも、最後のね、画面の方で使わせていただいております。我、期間限定海域へいざ行かん。いただきました、本当にねありがとうございます、これをね勇気をもらってこの海域本当に深い深い深い、戦いになってきますけども最後までね、諦めずに攻略していきますので皆さんもぜひ応援よろしくお願いします、本当にね今日も最後までご視聴ありがとうございました。そして、提供していただきましたつくさんどうもありがとうございます。また次回も、しっかり準備をしてね配信していきたいと思いますので、つくさんファイトです。今回はねちょっと、まあ、それでもね4回中3回ボスいけましたし、全然希望はあると思いますのでもうちょっとね情報があるといいんだけどな。イデヤさんお疲れ様でした。頑張です。皆さん、応援いただきありがとうございます。次回も頑張るぞ。ということでここで失礼したいと思います。それでは皆さん元気でまた次回もお会いいたしましょう。じゃあね。TM 山、岩川牧場さん、お疲れ様でした。スクさん、おつです。